ね、なんとバラちゃんもね、散髪をすることになりました。どうバラン、ちょっと怖いかな、こうやってねするとすぐねこう毛が生え変わりですよね。夏なのでどんどん毛が抜けております。バロン、ちょっと怖いかな。おっとりこうちゃんはね全然平気だったみたいでね。でもバロンはね繊細なところがあるんでね、大丈夫かな。バロン、バロン、いける？うん、よし。じゃあこの姿をね見られるのは今だけですよ。ではもうちょっとしたらね出発します。そうそう、こうちゃんもねだいぶ伸びてきたので、こうちゃんも一緒にまた散髪、お楽しみに。こうちゃんいた。こうちゃん今から散髪やぞ。散髪ね、毛がね長いからね、キリキリしてもらおうかな。あ、バロンちゃんも来た。仲良しさんな。なんとバロンちゃんが行方不明になっちゃいました。バロン、どこへ行ったんだよ。おかしい、多分察知して隠れてるんだよね、きっとね。バロン、信じられない。こうちゃんはねもう先に時間になったので連れていく。あれ、きなこの声だよな。うん、本当にどこにもいない。バロン知らない？知らないよな。とどこ行ったんだろうね。父ちゃんおかえり。また短くしてもらって見慣れたけどね。かー、よく頑張ったね。いい、かーちゃん、いい。きなこ、かーちゃんがまた綺麗さっぱりになったよ。ほら、どう？かーちゃんだよ。きなこ、かーちゃんだよ。くんくんくん、なんか違う匂いがするね。どうだった？あー、どうだった？キレキレしてもらったね。よっしゃ、あ、帰ってこれて嬉しそうだ、こうちゃんは。あれ？あら、なんでしゃあ言うてんの。こうちゃんだよ、きなこ、こうちゃんだよ。うん、シャアじゃないよ、もう。なんでいつも忘れちゃうんだよ、本当に。なあ、こう。こう、こっち向いて。こう。これ、こうちゃんだよ。はい。こうちゃんだよ。うん。ね、こうちゃん。うん。こうちゃんだよ。なんでシャー言うてんの。こらこら、わけがわからんやな、こーちゃん。なんでシャー言うな。他の毛もきれいにしてくれてる。よかったね。
なんであんな覗き方してんの、きなこ。バランはどこにいたんだおめえ。あんなけ探してもいなかったのにバロン。不思議やな。絶対隠れてたよなバロンめ。いい。